報酬いたします高貝恵美子君。高貝君去る2月20日、21日の2日間、岩手県、宮城県、および福島県において、東日本大震災の被災地における復旧・復興状況等の実情を調査してまいりました。参加者は青木愛委員長、石井博理事、滝波博文理事、木戸口英二理事、浜田正義理事、 羽生田隆委員、石垣典子委員、梅村瑞穂委員、上智子委員、高良哲美委員、委員加田由紀子委員、浜田聡委員、および私、高貝の13名であります。以下、調査の概要についてご報告いたします。初日はまず岩手県に赴き、新花巻駅から大船渡市に向かうバスの車中にて、 岩手県における復興の現状と課題について、復興庁、岩手復興局から、また東日本大震災津波からの復興の取り組み状況について、岩手県からそれぞれ説明を聴取した後、同市の有限会社、三陸取れたて市場を訪れ、八木代表取締役から、同社の取り組みについて説明を聴取し、専業加工室等の施設を視察しました。 岩手県の主力産業である水産・食品加工業は、売り上げが震災前の水準以上まで回復した企業の割合は約3割にとどまっており、その主な要因として、不良による原材料不足や人手不足、販路の喪失等が挙げられております。八木代表取締役からは、三陸取れたて市場では、三陸で水揚げされる多様な魚種について、その加工度にかかる 市場のニーズを的確に分析して、計画的な原材、原料、原価設定を行い、見込み製造のロスを削減するとともに、最新の,最新の技術を用いた加工を行い、飲食店、事業者等が利用しやすい高品質かつ長期保存が可能な商品として提供を行っているとの説明を受けました。またた同社の新たな市場開拓に係る取り組みは 国の事業である同業種、異業種間の連携に基づくチーム化による水産加工業等再生モデル事業に採択されており、EUHASAP 認証も視野に海外展開に向けた体制の確保にも注力されているとのことであります。派遣委員との間では、不漁による原材料不足への対応、水産加工技術による高付加価値化の方策、 三陸とれたて市場におけるビジネスモデルの横展開等について意見が交わされました次に陸前高田市の高田松原津波復興記念公園を訪れました同公園では東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂や震災の教訓の伝承国内外に向けた復興への意思の発信のための国営追悼記念公園の整備が進められており現在は一部利用が開始されております 到着後、まず、公園内の海を望む場に移動し、同署にて本委員会を代表し、青木委員長から献花が行われるとともに、派遣委員一同により、震災による犠牲者に対して黙祷が捧げられました。ついで陸前高田市における被災・市街地復興土地区画整備・整理事業について、同市から説明を聴取し、同事業の現状を視察しました。 陸前高田市は震災により市内のほぼ全域が被災し、町の復興にあたり、中心部の大規模な土地のかさ上げなどが進められてきました。同市によれば、本年12月を目標にハード整備を終え、地権者に土地を引き渡す予定であるとのことであります。なお、鳥羽市長から土地区画整理事業等の事業完了までの支援の継続などを求める要望書が施行されました。 次いで公園内に整備された復興のシンボルである奇跡の一本松を視察した後同じく公園内にある東日本大震災津波伝承館岩手津波メモリアルに移動しました昨年9月に開場した同館は展示等を通じ津震災津波の事実と教訓の国内外に向けた発信に取り組まれています展示物等の案内を受けながら館内を視察いたしました 次に宮城県仙台市に移動し、郡市長から市の復興に向けた取り組み等について説明を聴取しました。2日目は宿所から山本町に向かうバスの車中にて、宮城県における復興の現状と課題について、復興庁宮城復興局から説明を聴取した後、同庁の農業生産法人株式会社 GRA を訪れ、岩佐代表取締役 CEO から、 同社の取り組みについて説明を聴取し、いちごの栽培施設等を視察しました。いちごは山本町の特産品でありますが、東日本大震災の津波により、町内のビニールハウスがほぼ全て流されるなど、甚大な被害が生じ大きな打撃を受けました。同町出身である岩佐代表取締役 ceo はふるさとの産業復興のために震災後、地元農業者などとともに。 gr a を設立されたととのことであります岩佐代表取締役 CUO からは GRA では IT 関係の企業で得た知識や技能を活用した最先端のいちご栽培などを展開するとともにその営農ノウハウをもとに新規就農支援に尽力しているほかいちごのブランディングや 山梨県の酒造会社とのコラボレーションによるいちごを使用したスパークリングワイン作りなど、地域間の連携による六次産業化に取り組んでいるとの説明を受けました。派遣委員との間では、事業を進める中で苦労した経験、既存農業者、流通業者との関係等について意見が交わされました。ついで山山本本町農水産物直売所山本夢いちごの里を訪れ 山本城から同庁の震災による被災状況や復興町づくりの取り組みについて説明を聴取した後直売所内を視察しました山本夢一号の里は震災により被災した農産物直売所や交流拠点施設等が有していた機能を備えた複合施設として平成31年2月にオープンしましたこれまでの来場者数が60万人を超えるなどにぎわいを見せております 山本町からは直売所の運営を行う株式会社山本地域振興公社の株式の一部を一般公募により選ばれた個人などが所有している点が特徴的であるとの説明を受けました次に福島県に赴き相馬市役所を訪れ立谷市長から復興の現状と取り組み等について説明を聴取しました 立谷市長からは、被災者支援として心理的外傷後ストレス障害、いわゆる PTSD への対策や、震災孤児等の支援、孤独死対策等に尽力してきたこと、震災の経験を生かして、令和元年の台風第19号災害に対応したことなどの説明を受けるとと,ともに、 震災後の10年間でハード面の整備が概ね完了する一方で、PTSD 対策を含め、ソフト面の対策については国による十分な支援を求める旨の要望が示されました。その後、派遣委員との間では、学校教員に対する PTSD 対策に係るカウンセリングの実施に至った経緯、放射線の影響等に関する不安への対応等について意見交換がなされました。 次に相馬 IHI グリーンエネルギーセンターを訪れました。同センターは、福島イノベーションコースト構想に基づき、再生可能エネルギーの地域内での有効活用を実践し、将来の水素社会に向けた実証研究を行う場として、平成30年4月、相馬市と株式会社 IHI との共同により開設されております。到着後、相馬市および株式会社 IHI から、 同センターにおける取り組みについて説明を聴取した後各施設を訪問視察しました同センターでは太陽光発電などの生産可能エネルギーの地産地消によるスマートコミュニティの構築を目指し太陽光余剰電力の蓄電および水素熱への転換による有効利用が実施されているとのことであります相馬市からはは今後は 水素関連の研究に係るオープンイノベーションの場の提供による研究者等の交流人口拡大や、地域の小中学校と企業との連携による体験学習の場の提供について、市としても取り組んでいきたいとの説明を受けました。その後、福島駅に向かうバスの車中にて、福島復興加速への取り組みについて、復興庁福島復興局から説明を聴取しました。以上が調査の概要であります 震災から9年が経過し、住まいや復興道路などのインフラの整備、まちづくりについては、相当程度、復興が進展してきているほか、産業、なりわいの再生に向けた取り組みについても、確実に実を結んでいるように思われます。しかしながらその一方で、地域の主力産業である水産・食品加工業の業績回復の遅れなどの課題が依然として存在しております。また、 土地区画整理事業については、事業の長期化等により生じた空き地の利活用なども重要な課題となっております。さらに、被災者の心のケアを含むソフト対策については、よりきめ細かな対応に一層の重きを置く必要があると強く認識した次第であります。最後にににに私どももものの調査に協力いいたただきままししし皆様に対し厚く御礼を申し上げますとと,ともに被災地の一刻も早い 復興が果たされますようお祈り申し上げまして派遣報告を終わります以上で派遣委員の報告は終了いたしました本日はこれにて散会いたします